はい、どうも、こんにちは。前回の動画でですね、カノニカル分布を導入しましたよね。それは大丈夫でしょうか。前回考えたのは、どういう状況かっていうと、こういう状況だったよね。温度一定の状況を考えたいということで、まあ、あるシステム A が大きいシステム B と、まあ、熱的に接触しているような状況を考えている。で、その時に、KA の状態 N、ある量子状態 N っていうのが実現される確率っていうのはどんなもんかというのを計算していったわけですね。はい。で、そこで使ったのは等確率の原理とボルツマンの原理というのを使って、うちゃうちゃとやっていくと、最終的にはこういう、まあ、シンプルなね、結果が得られたわけです。大丈夫ですか？だから、ある量子状態 N のエネルギーを EN としたら、その時に、それが実現される確率っていうのは、これに比例するんだよと。ね。いうことを出したわけですね。いいですか？で、この確率分布のことをカノニカル分布というわけね。いいですか？で、それで、まあ、そこに出てきた比例係数なんですけど、まあ、ただの比例係数で、そんなに今の段階では重要性がよくわからないと思うんですが、ただの比例係数に名前がついてて、それを分配関数と言うんでしたよね。だから分配関数っていうのは、E のマイナスベータ EN っていうのは、まあこいつをね、こいつを計算して、これをすべての量子状態について足せと。そうすれば分配関数が計算できるよというような式になってるわけですね。いいかな。で、この分配関数っていうのは今の段階ではただの、比例係数で、その重要性ってわかんないんですが、まあ今日の話で、なんでそんなに名前がついてるのかっていうのがわかると思います。基本的には、その分配関数がわかると、非常に多くの物理量が計算できてしまうということになります。はい。で、ここから考えていきたいのは、まあエネルギーの期待値ね。で、当然今、A の状態っていうのは確率的にしか決まらないから、ね。確率的にしか決まらないから、そのエネルギーっていうのは確定的には決まらないわけね。ね。でも期待値は計算できるよね。期待値は計算できる。それをちょっとやってみようということです。はい。で、エネルギーの期待値なんですが、まあ、E バーって書きましょうか。エネルギーの期待値ってことで E バーね。で、期待値っていうのは説明しましたよね。どういうふうに定義されたかっていうと、まあ、利益。今、利益をエネルギーにしようか。利益かけるそれが実現される確率。それを全部足せと。いうことだよね。大丈夫？今、エネルギーが利益だと思ってる。うん。だから気持ちとしては、なんかこう、サイコロをポロンと振ると、サイコロの目はまあ無限個あるとしてね。サイコロの目は無限個あるとして、ポロンと振ると、1から無限までの、なんか、まあ、0からでしょうか。0から無限までの整数値がなんか出てくるわけです。ポロンと振るとね。で、出てくるんだけど、で、それが実現ある N っていう値が出てくる確率はこれで与えられてるわけね。いいですか？ある値 N が出てくる確率はこれで与えられてる。で、その時に N が出たら君には ENN あげるよみたいな。まあ、ギャンブルを考えてるわけね。君には EN っていう、まあ EN っていうのはエネルギーね。その N に対応するエネルギーのお金を君にあげるよ。というようなギャンブルをやってると思ったら、その時の期待値っていうのはこうですよね。いいかな。それで、今 PN っていうのは知ってるわけだから、それを代入してやると、これがカノニカル分布ですよね。ね。はい。大丈夫でしょうか？ここまで。はい。で、ここでよくやるテクニックなんですが、統計力学でよく出るテクニックなんですが、ここで、こういうものを試しに計算してみようか。DD ベータ E のマイナスベータ EN。これね。これを試しに計算してみると、これは、マイナス EN が出て、
E のマイナスベータ EN ですね。いいですよね。これ合成関数の微分でこうなりますよね。ということは、今、ここに出てきているこの塊は、まあこれと同じなんで、こいつにマイナスをつけたものが、その今の波線の部分に入りますよね。入れることができますよね。いいですか？で、入れてみるとどうなるかっていうと、E バー、求めてる E バーっていうのは、Z 分の、まあ、マイナス1のシグマ N、D、D、ベータ、E のマイナス、ベータ、EN と。これじゃない。あえて微分で書く。うん。EN がかかっているっていう、EN がかかっているって状況をあえて微分で書く。っていうことをします。ね。そうすると、これは、足し算と微分っていうのは交換しますよね。足してから微分しても、微分してから足しても同じですよね、結果がね。なので、これを中に入れます。で、こうすると嬉しいことに何が起きたかっていうと、ここ分配関数そのものですよね。分配関数そのものが出てきてますよね、これね。ですよね。なので、ここ分配関数 Z って書いちゃっていいわけです。だから、これはマイナス Z 分の1の DZ、D ベータと。いいですか？で、これは、こう書けるの分かるかな？ E バーは、マイナス D、D、ベータのログ Z と。なぜならば、いいですか？これをやってるのね。どうしようかな。どうに書こう。ログの、ログの fx っていうのがあって、これを x で微分しなさいって言われたらどうなります？どうなるかっていうと、これは合成関数の微分だから、fx 分の f'x ですよね。ね。これ大丈夫。で、この形が今ここにいるでしょう。ある関数分の、その関数の微分って形でしょ、これ。ってことは、それをそのまま適用すれば、z、ログ z の微分。こっち。逆に使ってるわけね。下から上っていう風に使ってる。これよく出てくるんでね。自分分の自分の微分。ね。分母に自分があって、分子に自分の微分があったら、それはログの微分で書きますよと。ね。これよく出るんでね。今のうちにちょっと理解しておいてください。いいですか？で、まあ、この式がとても有用で、というのも、これは、Z が分かればいいでしょ。分配関数が分かれば、もう分配関数を計算してあげれば、そこからエネルギーの期待値っていうのは計算できちゃうわけ。いい？ね。ということです。はい。うん。で、まあ、これ今ベータを使ったんですが、だから、この段階で例えば分配関数っていうのがとても有用な量である。っていうことが有用な関数であるってことはわかりますよね、ある程度ね。分配関数、
分配関数だけを計算してしまえば、もうそれだけでエネルギーの期待値っていうのは計算できてしまうわけ。で、まあ、もしくは、まあ別にあの標識のままでいいんですけど、まあそのベータじゃなくて温度を使いたい人は、まあこうなんでね、ベータの定義使えば、まあこうなんで、E バーっていうのは、E の期待値っていうのは、まあ汚くなりますけど、こう書けます。ちょっと汚くなるけどね。こうですね。うん。まあこれ覚えにくいんで、こっちで覚えとけばいいかなっていう気はしますけど。うん。まあ分配関数、統計力学ベータを使った方が結構、シンプルに標識が得られることが多いんでね。まあ、僕はベータ使う派ですけど。はい。まあ、何せよ、ここで分かったのは、分配関数が分かれば、分配関数を計算してあげれば、エネルギーの期待値が上がるということです。いいですかね。はい。ということで、まあ、今期待値を計算したわけね。期待値が、まあ、計算できる公式を今与えたと。エネルギーの期待値がね。で、分散、期待値と分散っていうところで説明したんですけど、まあ、期待値が分かったとしても、ね、その結果がどのぐらい揺らぐかっていうのは分かんないわけね。ね。例えば、期待値が同じギャンブルだとしても、どのぐらい結果が、そのリスクが高いかどうかっていうのは、その期待値には出てこないわけですね。で、それを見るためには分散という量を考えていかないといけない。っていう話をしました。で、ここから考えるのはその分散の部分ですね。エネルギーの揺らぎ。こっち行こうか。で、まあ分散ね。エネルギーの分散。分散って何だったかなって思う人は、前の動画をちょっと見返してください。ね。期待値と分散について説明しているので。で、分散。まあどうか、分散はシグマを使うことが多いんで、まあエネルギーの分散だからシグマ E って書こうか。ね。シグマ E の2乗。っていうのが、これも説明したんですけど、2乗の平均値、エネルギーの2乗の平均値、期待値、引く、E の期待値の2乗。こう。こうだよね。これで与えられるんだってね。はい。便利な公式っていうことで、これは説明しました。だからこれを計算すれば、そのエネルギーがどのぐらい揺らぐかっていうことが、見積もれるわけです。計算できるわけです。だから、これを計算してみると、こっちね。こっちを計算しようか。こっち計算したでしょ、今。E バーは計算したでしょ。なんで、E2 乗バーを計算しますね。そうすると、E2 乗バーは、つまり、こうだね。シグマ N のEN2 乗の PN と。だから、サイコロポロンって打ったら、なんか0から無限大までのなんかが出るんだけど、で、なんか N っていう目が出たら、君にはエネルギー、それに対するエネルギーの2乗を与えますよと。2乗っていうお金を与えるというようなことを考えるわけ、ね。そうすると、期待値はこうなるわけ。で、すいません。一行飛ばした。これで、EN2 乗 E のマイナス、ベータ EN と。これですね。PN の
カノニカル分布の PN を使った。それでさっきと同様で、これは EN2 乗を出せばいいんだから、EN を2回出せばいいんだから、これはベータで2回微分すればいいでしょ。こうですよね。これも、上と同じテクニックを使ったわけです。この EN が2回かかっているっていうのを、あえて、ベータの2回微分に書き直す。そうすると、まあいいよね。元に戻るの分かるよね。ここからここに戻りますよね。実際ベータで微分したら、戻るよね。はい。ということで、まあここまで持っていけたと。で、さっきと同様で、ここはひっくり返していいわけだから、微分とね、足し算っていうのは交換していいんで、やっちゃおうか。ここでやっちゃうと、これと、こうと。ね、で、ここの部分が、これが Z ですね。いいかな。Z そのものですね。なので、E の、E の2乗の期待値っていうのは、こうかけると。まあ、Z 分の1、Z ダブルプライムって書こうか。で、プライムっていうのは、d d ベータとします。ね。いい？それで、一方、e バーっていうのは何だったかっていうと、e バーはこれでしょ。まあ、前の標識ちょっと使おうか。これね。こっち使おうか。だから、z 分の z ダッシュ。マイナス z 分の z ダッシュなんで、それを書いておくと、こうだね。なので、僕らが求めたい分散っていうのは、シグマ E 二乗っていうのは、二乗の期待値引く、期待値の2乗。で、これは、Z 分の、違います。すいません。Z 分の Z ダブルプライム、引く、E バーの2乗だから、Z2 乗分の Z プライムの2乗と。こうですね。まあ、これでもいいんですけど、これもちょっとまあ、かっこよく書くとすれば、こうですかね。Z2 乗分の、こう書いて、まあ、こうしようか。うん。こう書くと、これは実は、小の微分の形になってない？これは、こうじゃないですかね。Z 分の Z ダッシュの微分になってるんですね。小の微分は覚えてますかね。まず分母2乗するでしょ。分母2乗されてるね。で、分母2乗されてて、まず分子微分。分子微分して分母そのまま。ね、引くことの分子そのまんま分母微分。ね、なってますね。なので、この、まあ、ちょっと一見複雑に見えますけど、これは実は、小の微分ですね。
ってことは、さっきやったように、z 分の z ダッシュっていうのは、ログ z の微分でしょ。ここがね。ここがログ z の微分でしょ。で、それのもう一回微分だから、もう一回微分。うん。いいですか？さっきやったばっかですよ。大丈夫です。大丈夫ですかね。はい。ということで、まあ、同じですけど、よって、シグマ E の2乗、エネルギーの分散というのはこれで、こうですよと。こういうふうに出たでしょ。はい。いいですかね。で、もしくは、これでもいいんですけど、E バーっていうのは、エネルギーの期待値は、ログ Z をベータで微分して、マイナスつけてですね。なので、それ使うと、ちょっと、一旦この四角外して、失礼。それを使うと、これはコートもかけるね。マイナス、D、D、ベータ、E バーと。うん、だからエネルギーの期待値をベータで微分してマイナスつけるとそれが分散になるっていうことが今証明されたわけです。いいですか？大丈夫かな？ E バーっていうのはこうだったんでね。 E バーはマイナス D、D、ベータ、ログ Z だったんだからこれを使えば上の式成り立つよね。いいよね。ということです。はい。で、まあ、これでいいんですが、もしくは、t を使って書けば、シグマ E 2乗っていうのは、KBT 2乗の DE バー DT と。ね。いいよね。D ベータっていうのは、合成関数の微分。D、D ベータは合成関数の微分でこうなるわけだよね。これを使うと、こうなりますね。で、まあ、このエネルギーの期待値をそのシステム A の内部エネルギーとみなせば、これは比熱だよね。これ比熱です。を一度上げるのに必要なエネルギーが比熱だから。これは、KBT。T2 乗の、例えば、まあ、C と、比熱と、かける。これ比熱です。まあ、こういうふうにもかけます。はい。ということで、まあ、期待値と分散の計算をやってきたんですが、で、まあ、せっかく計算したんで、このシグマ E、このまあ標準偏差か、こいつの大きさ、まあ、こいつを大雑把に、まあ、オーダーをちょっと評価してみましょうか。これでちょっと評価しようと。で、まあ、t×c って、比熱かける温度ね。これ、ざっくり言ってエネルギーぐらいでしょ。内部エネルギーぐらいじゃないですか。というのも、こいつは、
一度上げるのに必要なエネルギーと。ね。で、それに今の温度をかけたら、まあ、大雑把に言って今の内部エネルギーぐらいが出そうですよね。だから、まあ、T×C っていうのは、まあ、エネルギーの、オーダーであると。いうことが言えそうだと。で、KBT。一方で KBT は、これはまあ大体一粒子の持ってるエネルギーぐらいなので、これは、通った、内部エネルギーを N で割ればいい。大体1するだろうと。これ一粒子あたりのエネルギー。ね。だから、このシグマ E2 乗、分散っていうのは、KBT×TC って書けるから、これはざっくり言って、N 分の E バー ×E バーと。だからこれは N 分の E バー2乗と。いうことね。よって、標準偏差、シグマ、シグマ E っていうのは、ルート N 分の E バーと。で、こうしようか。すいません。これ、分子で持ってくるね。E バー分のシグマ E。内部エネルギー分の標準偏差。揺らぎね。ってのは、こうですね。システム A の持っている典型的なエネルギー分のその揺らぎね。揺らぎ。揺らぎの、っていうのは、ルート N 分の1であると。っていうのが大体わかる。で、まあ、例えばルート N がアボガドロ数個ぐらいだとすれば、これは10のマイナス12と。ということで、そんな揺らぎっていうのは無視できると。マクロなシステムでは、揺らぎは無視してよいと。ということに、なります。いいかな。だから、この、今の、見積もりで分かったのは、ギャンブルとしては、とても硬いというか、もう結果がほとんど確定しているようなギャンブルなのね。まあ、ギャンブルとは言えない。うん。だから、まあ、期待値が今、EN。あ、ごめんなさい、E バーなわけね。なんか E バーっていうのが期待値としてあったんだけど、で、これは、まあ、期待値なんだけど、揺らぎがほとんどない。っていうことは、何回サイコロ振っても、もらえる金額は基本的には E バーなのね。普通はさ、普通だったら、こう、負けるときもあったり、勝てるときもあったりして、最終的な結果として期待値が、まあ、E バーになったりするわけだよね。だけど、今のギャンブルは、揺らぎをちょっと計算してみると、ものすごい小さいわけね。ってことは、このギャンブルは、何回やっても、E バーしか出ない。そんなようなギャンブル。それ硬いというか、まあ、ギャンブルとも言えないような状況になっているんだというのが今の計算で分かったわけ。いいですか？だから、まあ元のあのシステムの話に戻ると、まあ、こういうシステムがあって、まあ当然この A っていうシステムのエネルギーっていうのはもちろん揺らぐんだけど、揺らいでもいいんだけど、揺らぎはとても小さいと。だから、いつ測定しても必ず E バーっていう結果が出てくる。うん。もうほとんど確定していると言っていいわけね。いいですか？まあ、そういう状況になってるわけですね。はい。ということで、期待値と、まあ、分散、エネルギーの期待値と分散というお話をちょっとしていきました。で、基本的にはシステム A の持っているその揺らぎっていうのは、まあ、とても小さいんだよというと、まあ、わかりましたというところまでですね。はい。ということで、この動画は終わりたいと思います。はい。